時刻は夜11時30分を回りました。ディアステデンオブラブワンツーミーナの堀越瀬奈です。デンオブではカヤの双葉役を演じています。ミーナの天野美穂です。デンオブでは篠宮和音役を演じています。リルレーナの志戸美優香です。デンオブでは日高玲奈役を演じています。イエーイ、はい、この番組は電音部外神田文芸高校にアサインされた3人によるトーク&ミュージックプログラムです。電音部というのは電子音楽がミュージックカルチャーの中心になった近未来で、電音部に青春のすべてをかける12人の高校生によるプロジェクトです。12人の各学校のメンバーはそれぞれ電音部に所属して、秋葉、渋谷、原宿、麻布の各エリアを拠点にしております。イエーイ、読み方がなんかすごい。そう、ちょっとね、みんなね、そろそろちょっとね、同じことあれじゃん、ね、ちょっとみんなを楽しませようと思ってね、あのそのなりのエリアの感じで言ったのかな。そう、そういう感じで言ってたけど、そう、お金で解決お金で解決よすぐ使っちゃうからはい、ということで2月26日です。はい、終盤ですね。なんだって、私たち舞台もまだまだ戦ってますね。まだまだですねでまだ戦ってるよ。もうすぐ終わるよ。確かに、うん、残り2日です。おこれはやばい、体が生きてるかなっていう頃、ね、もうこんな感じでもうやばいかもしれない。それで本当にね、私たちたくさん出させてもらってる、ね、いや本当に、ね、そうなんです。はい、ぜひ見に来てください。あと2日、お願いします。はい、ね、シドミンもリリベ終わってる。あ、そうですね、そろそろ終わってそうですね。昨日ちょうど多分終わりですね。あら、いやー、ありがとうございました。たくさんやらせていただいて、ね、すごいたくさんあったもんね。はい、ね、結構いっぱいやらせていただいて、ね、いいね。なんかミュージックビデオもなんか最近何万回って、あ、ね、今のところ3万回行かせてもらって本当に感謝感謝で。オフショットとかも上げてたよね、撮影に、ね、そうなんです。かわいかった。またなんか犬と戯れました。あ、それ見た。ガシャと戯れました。何が起こったんだとね表参道のワンワンといやね、皆さんぜひたくさん聞いてください。お願いします。今週もなんとプロデューサーの石田さんに来ていただいております。またお話をたくさん伺ってまいりましょう。はい、はい、さて番組ではメールであなたからのメッセージをお待ちしております。受付メールアドレスはすべて小文字で love12@fmfuji.jp、 LOV に数字の1と2 @fmfuji.jp、 ツイッターハッシュタグは DS が大文字の英語、電音部漢字でつぶやいてください。はい、では早速1曲目お届けしたいと思います。黒金玉 CV 明菜さんでいただきバベル。衝動外情と横行カッポラブ自我自尊目指すは頂上ちゃっかりチート秒で金稼ぐ誰も聞いたことのない音鳴らす私六本木のバーから来ましたブラックブラックキャット Get your money Get your money up Get your money 横一列並んで背伸び共感協調マジ興味ねルールを守ってみんなが同じそんなのつまんなくね同調圧力貧困法制めんどくせえ音楽とかねで解決すればスキルで手にしたバーベルのいただき下界を見下ろせよ退屈な日常を捨てて踊り身を任せ獅子欲満たせよ鈴の音鳴らせついてこい私みたいに楽しくなりたく飛び跳ねろ送りしたのは黒金玉 CV 明菜さんでいただきバベルでした。ディアステ電音部ラブワンツーミーナの堀越瀬奈と
ミーナの天音美穂とリルメイドの志戸美優香でお送りしています。はい、それでは今夜のゲストに登場していただきましょう。デオングのプロデューサー石田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンダイナムコエンターテインメントデオングプロデューサーの石田です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。続けてね、石田さんのお話が聞けるということで、嬉しい、ありがとうございます。はい、すごく楽しみですけども、先々週とかね、いろいろな発表について増えてきましたけども、なんか改めてみんながこうこれ気になるっていうのってあったりします？いっぱいあるな全部聞きたいです ね、やっぱりでも、みんながもうパッとすぐにでも今からでもやっぱり見れるのは新 PV かなって思う。確かに。あと予約パー、あのいろいろ、ね、予約をね していただいて、ね、はい、それではね、ここからは今後のデオングの活動についてお話を伺っていきたいと思います。はい、なんか発表されましたけどもね、3月27日のライブ、パーティー、ゲームとそれぞれのイベントが発表されましたけども、はい、これってどんな感じの内容なんですかね。はい、補足でもちょっと簡単にご説明させていただいたんですけども、はい、改めて紹介させていただきます。でライブっていうのはですね、皆さん、キャストの皆さんによるあの歌唱、あの、歌を中心としたイベントをライブ、電音部ライブって呼ばせていただこうかなと思ってます。でパーティーはですね、トラックメーカーさんを中心に、いわゆる DJ を中心とした、イベントをパーティーと、名称させていただこうかなと思ってます。本当にあの本格的なクラブイベントとしてみんなが盛り上がれる、まあ、ライブとは違ったあのイベントとして、作っていきたいなと思っている感じです。はい、ゲームに関してはちょっとこれが特殊なんですけども、本当に各エリアの、部員たちですね、あの学校の方たちが、まあ、DJ バトルをする、イベントをゲームと称してまして、本当にただ単純にそのバトルするだけじゃなくて、皆さんがあの参加できる本当に新しいあの楽しみ方として、あのエリア対抗戦を、やっていけたらいいなと思っております。はい、すごいすごい、3種類もね、すごいですね。なんかシドミンが前あの、難しいお話の会議に参加してた時、難しいお話の会議、私も見ながらちょっと難しいなと思ってたんですけど、その時 CG のシドミンのが流れたじゃないですか。はい、あんな感じのが今後もこう使われていくみたいな。そうですね、あのいろんなキャラクターの、まあ、その CG だったりとか、はい、その DJ をしていくっていうのを、まあ、用意あのどんどんしておりまして、はい、それがもう本当にあのそれぞれ戦っていくというか、まあ、一緒に試合をしていくみたいな。最先端な感じが、最先端、お話聞きながら 最先端すぎてすごかったね、難しかったよね。技術的な、しのみさん、シンギュラリティ覚えてますか？シンギュラリティは AI が人間を超えた後の世界。あ、よかった、思いましたすごい、天才、やったありがとうございます、さすがです。あ、よかった、すごい、私も何か学びたいです。なんかこれ知っといたらいいよっていう用語ってあったりしますか？あ、覚えよう。急に言われるとちょっと難しいですね。うちゃぶりしてしまったか。うちゃぶりした。モーションキャプチャーとか。モーションキャプチャー。モーションキャプチャーですね。確かに。それは確かにこう動くやつですもんね。動くやつ。強そう。強そう。強そう。すいません、すごいパッと思い浮かんだ言葉を言っちゃったんですけど。いやでもみんなぜひね、モーションキャプチャーって調べたらね、いろんな方々が関わってくれてるものだっていうのがね、知れるんじゃないでしょうか。そしてですね、あのさらにですね、デオングファーストゲームアルファテストが2021年3月27日土曜日に開催されること発表されました。こちらメールもね、メール届いてます。読みきます。ラブワンツーネーム伊達さんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。2月7日に行われたデオング進捗報告会、お疲れ様でした。お疲れ様でした。新 PV や様々なコラボ、カラオケ配信の決定、デオング美術部の配信で募集していた LINE スタンプの販売開始、さらにはデオング公式ムック本の販売に加えて、3月27日にデオングファーストゲームアルファテストが開催決定しましたし、もう情報量が多すぎて叫びたくなりました。叫んじゃおう、叫んじゃおう、いやですね、やっぱりちゃんのスタンプ来ました。はい、今後の電音部の展開がますます楽しみになる放送でした。電音部から目が離せない。ありがとうございます。離せない。
聞いちゃったんですけど、内容がねまだちょっとねあんまりこう掘り下げて私たちがいいのかわかんないんですけど、ちょっとだけなんかちょっとだけ教えてもらうことって、はい、ちょっと知りたい、さっき先日の生放送でもちょっとまあ実験的な企画として、はい、ユーザーの皆さんが各エリアに分かれて参加していただくみたいな、はい、ことをやらせていただいたと思うんですけど、うん、それがもっとより楽しくなるような、仕掛けを今作らさせていただいておりまして、本当ただ単純に出られている方々だけが、はい、そう一方的に何かそのパフォーマンスだったりとか披露するんではなくて、お客さんもなんか一緒になってそのイベントを盛り上げれるみたいなところをすごく楽しんでいただけるようにしたいなというところで、はい、そこはちょっとまあ電音部らしさというか、そうですね、ファンの皆さんと一緒に作っていけるっていうところを、はい、3月17日も頑張っていきたいなと思っております。楽しみです。なんか私たちもねなんかやりたい ね、あとですね新情報もそこで本当に まだたくさんありますので、まだまだよ、はい、本当こちまだまだ本当あるので、ぜひこちらも、はい、チェックしていただきたいなと思っております。はい、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。ちなみに今後の電音部はどんな感じでイベントを展開していく予定とかってあったりしますか？はい、先ほど3つ電音部のライブパーティー、はい、ゲームと、ちょっと簡単にご説明させていただいたんですけれども、はい、こちらは、今年すべて、実施予定と。すごい、やばい、はい、放送でもご報告させていただいたんですけども、会場も決定しております。さあ DJ も頑張んないと、ね、頑張ろう、練習頑張ろう。ドキドキ。こちらもどんどん本当今年は2021年は電音部さらに盛り上げられるようにファンの皆様と一緒にあと本当キャストの皆さんと一緒にやっていけると、はい、いきたいなと思っております。頑張ります、はい、頑張ります。いろんな ね、お話を聞けてね、嬉しい、楽しみが増えていきましたね。増えていきました。我々もツイッターの宣伝とかいろいろ頑張ろう、ね、頑張ろう、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで3週にわたって石田さんには登場していただきました。ありがとうございました。何か私たちに向けちょっとご感想的なファンの皆さんに向けての一言いただけますでしょうか？本当にデイオーブ始まってから本当キャスト皆さんも本当もうゼロキャラクターもゼロのところから一緒に作っていただいて、まあ、あと本当にファンの皆さんも一緒に参加していただいて面白がっていただいて、ここまで全キャラクター披露させていただいて、もう本当にみんなで作り上げているというところはすごくこれからも感謝しておりますし、これからも本当に大事にしていきたいなと、はい、思っております。はい、ありがたいお言葉をいただきました。こちらもありがとうございます。ありがとうございます。はい、最初にわたってゲストは電音部のプロデューサー石田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。瀬戸美月 CV シスタークレアさんでペトリコールを渡って。
お送りしたのは瀬戸光希 CV シスタークレアさんでペトリコールを渡ってでした。ディアステ電音部ラブワンツーミーナの堀越セナとミーナの天音美穂とリルネードのシドミューカとでお送りしています はい、さてこの時間は番組に届いたメッセージを紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、私いっぱい読んじゃったからみおちゃんに読んでもらおう。はい、読みます。はい、ラブワンツーネームまつりかさんからいただきました。しどみん、みおちゃん、せなちゃん、ラブワンは、ラブワンは最近しどみんは個人配信でよくアレクサの話をしていますね。はい、仲良くお話ししたり喧嘩したりとても微笑ましいです。そうなの？え、どういうこと？そうなの？みおちゃんとせなちゃんは最近買った便利なグッズ家電などは何かありますか？アレクサって何の話してる今アレクサと喧嘩？あれ喧嘩、アレクサ喧嘩じゃないよ、松坂さん。喧嘩ちょっと仲悪いだけ。え、どういう、どうしたの？アレクサと犬猿なの？犬猿の仲ですね。はい、あらちょっと馬が合わないみたい。あ、言うことを聞いてくれないのかな。あ、そんな感じですね。そんな感じか。個人配信でよくアレクサの話をしているということで、やっぱりツンデレなのか。あら、でもやっぱり好きなのかな。やっぱりちょっと気になっちゃう存在みたいな感じですね。あ、そういう感じなのね。そうだったんだ。あれ、便利グッズ、家電。私最近ですね、MacBook ついに。あ、言ってたね。買ったんすけど、 MacBook デビュー。あのね、今ねあるのよ、なんか海外から取り寄せたやつと日本で作ってる中の部品が違うやつがあって、日本で作ったやつが安いんだけど、音楽に関してはまだ中に入ってないらしいの。入ってないやつもあるんだ。そっち買っちゃったのよ、安かったから。あははは。そう、だからいつか入るけどまだ入ってないですよ。だからまだ私は DJ はこの MacBook ではできないっていう状況に。レコードボックスがまだ来てないんだね。そうなんですよ、編集とかしかできない状況になっております。それいつか入るってことでしょ。でもそういつか入るけど、そのいつが分かんないから。あ、いつかまだ分かんないんだ。でも安かったの安いの大事ですからね。安いの買っちゃったの。え、私もあの iPad mini を購入しました。すごい、まだ届いてないけど。お、いい ねやっぱここ最近舞台出させてもらって、やっぱ台本がめちゃめちゃ変わるってなった時に、もう私お家でね200、300ページくらい自分で折るよね、私たち。そう、いやいしちゃって、コピーして折ったらまた変わって、あー、オーバーだったんで。10センチぐらいのこう幅みんなで、今時みんなね、やっぱ iPad を片手にこうね稽古してるの見て、いいなってなったんで、ね、買ってしまいました。すげー、機械音痴だから無理だわ。わかる、私もちょっと使いこなせるように頑張らないとですけど、ね、頑張りましょう。はい、ちなみにはアレクサの他に友達アレクサの他に友達アレクサの他に友達便利グッズとか、便利グッズ、便利グッズ、便利グッズ、まあ、家電とかでもいいけどね。あ、でも私も MacBook、 あ、そうだよ、買ってたね、買いました。結構使いこなしてます。みんなね、すごい、使いこなせてる。 DJ にはね、やっぱノートパソコン必要だよね。本当に家にさ、なんか機材ばっか増えてくんだけど。あ、デスクトップもあるからさ。あ、一緒ですよ。2画面あるからさ。え、すごいじゃん。邪魔で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 。テクノロってるね。テクノロってる。はい、ありがとうございます。はい、もう一通読ませていただきます、はい。ラブワンツーネーム伊達さんからいただきました。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。早速ですが、2月2日ツインテールの日に堀越セナさんと声優やアイドル女優とのコラボでよく見かけるアパレルブランドリバティエイジとのコラボ商品の受注受付が始まりましたね。コラボすることが発表された時、ついにこの時が来たなと嬉しくなりました。また商品のキャップとパーカーのデザインのセナちゃんの好きなおしゅしと、セナをお寿司がかけられてて、こういうところがセナちゃんっぽいななんて思いました。カラーバリエーションがたくさんあったので、どれを買うか悩みましたが、自分が今持っている服と合わせられる色を選んで予約したので、手元に届くのが今から楽しみで仕方がないですということです。はい、ありがとうございます。追記、リバティエイジのサイトやツイッターに載せてくれたコラボ商品を着るセナちゃん、とても可愛かったですということです。ありがとうめちゃ可愛いよね。可愛いですよね。デザインとかそう、なんか最初デザインめっちゃな
え、なんてなんて悩んで、うんうん、なんかセナお寿司をめっちゃひらがなでセナお寿を漢字にしてお寿司って書いてたんだけど、さすがにさ直球すぎっていうかなんかしづらくない？もう押してますよ私。そうそう今押しですよ。さすがにこうちゃんとしたブランドさんでやらせていただく割にはこう、うん、私のオタクみたいな。あ, そ, あそれだとってこと。そうそう、だからちょっと悩んでいい、ね、セナお寿司にしたの。ああ可愛 い, い, かわ い, い食べ物と合わせるのいい。めっちゃ面白かった。自分で思った。ちょっとこれはやばいなと思って。お寿司はさすがにねダサいなと思って。でもね稽古今ね稽古着で着てるけど、そうなの、かわいい、おしゃれ、え、ほんと使いやすそう、かわいいよ、使いやすいよ、え、あげるよ、ちょうだい、 え家に5着あるから、そんなに親に送ろうと思ってた、あ、でもそう、色が5色あるからか、でもそれは、でもそれはでも持ってた方がいい、え、でも何色がいい、赤はお姉ちゃんがあげる、え、なくなっちゃう、なくなっちゃう、なくなっちゃう、やばっ、あでも嬉しい、本当はなんか、まあ、持ってくるよ、買ってもいいんですけど、本当持ってくる、ね、持ってくる、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけで番組ではメールであなたからの質問やメッセージをお待ちしております。受付メールアドレスはすべて小文字で love12@fmfuji.jp love2@fmfuji.jp、ツイッターハッシュタグは DS が大文字で読む感じでつぶやいてください。はい、お願いします。それではここでまた一曲お聴きください。シドミン、はい、お願いいたします。はい、それではお聴きください。低音国際学院の低音部3人による楽曲で In My World。お送りしたのは低音国際学院低音部3人による楽曲で In My World でした。ディアステ低音部ラブワンツー、そろそろお別れのお時間です。おーい、
あっという間、あっという間だ、早い、早いだし、今後のね、はい、あの電音部の展開をね、石田さんにお伺いできたから、たくさん聞けたね、楽しかったですね。ライブパーティーゲームを今年全部やる予定ってすごくない？やばい、楽しみすぎてドキドキ、楽しい、やばい、ドキドキしちゃう。はい、ここからは電音部のお知らせをしていきます。まずは電音部公式ムック本フューチャークロッシングボリューム0秋葉編が予約受付中となっております。さらに電音部リミックスアルバム発売決定しました。さらにさらに電音部楽曲がダムにてカラオケ配信が開始されました。ぜひぜひ歌ってください。はい、天音美穂堀越奈が出演する舞台プロジェクト東京ドールズザ・ガーデンスカイタワーが現在公演中となっております。あとね27日と28日の2日となっておりますので、あとちょっと、はい、皆さんチケットね多分まだ買えると思うので、ね、ぜひよろしくお願いいたしま す, そして私堀越奈毎週金曜日19時半から東京 MX にて放送中のアニメ最強神図モードに出演しております。こちらもねもうねすごいのよ今展開がすごくどんどんなってきておっとっていう感じのね部分が多いのでぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、そしてシドミからお知らせです。私シドミユカが所属するリルネードが2月16日にセカンドシングルフォークソングをリリースいたしました。はい、詳しくはリルネード公式ツイッターをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてこの番組は毎週土曜日のお昼12時にディアステージ公式 YouTube チャンネルディアステージインクで聞くことができます。あー聞けなかったという人はディアステージ公式 YouTube チャンネルディアステージインクでお楽しみください。はい、ではまた来週金曜日の夜10時30分にお会いしましょう。それではシドミン最後にね、はい、フォークソングのおすすめポイントっていうか、はい、こちらを見てほしいっていうかもうこれを見なきゃダメっていうやつをね教えていただきたいと思います。 お願いします。フォークソング、とりあえず MV をいっぱい見てください。シドミンの足も注目だよ。足注目だよ。はい、また来